こんにちは、花だよ。今日はね、京都に行ってきます。2泊3日の京都に行ってくるんだけど、もう 4,5 年ぶり、いや 5,6 年ぶりに行くのかな。もうめちゃめちゃこの日を楽しみにしてました。で、一発目は京都のカフェで朝活をしてフレンチトースト食べた。もうめっちゃね、分厚くてね、美味しかった。で、白ワンピース、1日目は白ワンピースです。で、2軒目ちょっと暑かったからかき氷屋さんに行ってきました。私いちご頼んだんだけど、もう友達が抹茶頼んでてめっちゃ美味しそうだった。で、またね、カフェなんだけど、これね、車で行ったんですけど、結構山奥にあって、カシュカシュっていう可愛いお店の名前です。でね、一つ一つね、こだわってこのお店作ってあって、で、ここのパウンドケーキがね、めっちゃ美味しかった。で、これお花のジュース飲んでるんだけど、もう甘くてね、このパウンドケーキとよく合う。うん。でもなんか外形もめちゃめちゃ可愛くて、なんかバス停みたいじゃないこれ。もうめっちゃ可愛い。2日目です。で、2日目のコーデ紹介します。で、トップスがユニクロでベージュ、めっちゃ可愛くないこの色で、チノパン、リノのチノパンで、ちょっとバッグ隙間持ったんですけど、ちょっと違うなと思ってカレノっていうバッグを持ちました。イヤリングめっちゃ可愛いでしょ、おすすめ。行ってきます。で、2日目は天の橋立に行ってきます。リフト乗って向かってる、これ間違えた、リフトじゃなくてケーブルカー乗りました。もうね、そのケーブルカーを乗ってる間も天の橋立が少しずつ見えてきて、もうめっちゃワクワク止まらなかった。なんかね、ちっちゃい観覧車ってね、可愛くないこれ、やばくないこれ、めちゃめちゃ綺麗。うん、なんか雨予報だったんだけど晴れて、もう晴れ女になった気分だったね。めっちゃ綺麗だよね。で、これ股のぞき台って言って、この台の上に乗ってなんかこう覗くんだけど、めっちゃ綺麗なんだけど怖い、めっちゃ怖かった。でもめちゃめちゃ綺麗だったから、みんなもやってみて。で、暑かったからもうアイスを食べたんだけどね、秒で溶けたね。キャラメルソースかかっててめっちゃ美味しかった。で、天の橋立てね、なんかね、いろいろね、乗り物があって結構ね、充実、めちゃめちゃ充実。で、帰りはケーブルカーじゃなくてリフト乗りながら天の橋立を見ておりました。もうめっちゃね、怖かったこれ。まあ、スノボとか行ってるからリフトは慣れてるけど、なんか一人用だから結構ね、危険で、これね、なんだっけ、あれ、メタセコイア、そう、メタセコイアも行ったんだけど、めちゃめちゃ綺麗だねこれ。両サイドに大きい木が立ってて、これがずっと続くって感じかな。ね、めっちゃ綺麗だよね。紅葉のシーズンとか行ったらすごい映えると思う。もう緑でもね、全然映えたんだけど、とりあえず空気が澄んでめっちゃ良かった。で、この後ひまわり畑にね、行ったんだけど、もう数本しか咲いてなくてちょっと諦めました。で、これ琵琶湖見ながら帰りました。もうめっちゃね、綺麗だった。もう目の前がね、池で、最後夜はハンバーグを食べました。多分ね、これね、もう一個いける、ご飯ね、めっちゃ進むよこのハンバーグ。で、ホタテも食べたんだけど美味しかったね。2日目はこれでおしまい。3日目です。3日目はシャツにスカート、チェックのスカートです。で、これにちょっと赤カーディガンをプラスしてミリハリのあるコーデで、このロゴも赤だから赤を拾って、めっちゃ可愛くない、おすすめです。で、ここは神社、京都の神社に行ってきました。もう空気が澄んでてね、めっちゃ良かった。なんか京都の神社ってどこがいいのか分かんないから、教えてください、おすすめ。ちょっと噛んだ。で、ちょっと休憩して
かき氷を食べました。まあ、1日目も食べたんだけど、なんかすごい雪みたいじゃない、これ。かわいいです。お団子ついててかわいい。で、なんだっけ、抹茶と、なんだっけ、頼んだ、1個忘れた。シャキシャキしててめっちゃふわふわしてて美味しかった。シャキシャキふわふわ。で、ちょっと近くにあったので美術館に行ってきました。なんか螺旋階段が結構有名なのかな。インスタで結構見るけど、螺旋階段、白の螺旋階段が有名なのかな。結構ね、広くて、私が入ったところは無料のスペースです。ここここ。結構ね、かわいい。めっちゃかわいいとこ。なんか白基調としてるから、結構ね、コーデがね、かわいく撮れるかも。いい感じに撮れた。もうとりあえずね、このコーデがね、お気に入りすぎてね、お気に入り。手、めっちゃ手振ってるでしょ、これ。そう、どんどん近づいてくる。どん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 。これで2泊3日の京都旅行はおしまいです。おすすめの旅行スポットあったら教えてください。バイバイ、お花でした。